今回はですね、男子の知らない女子の禁断の G 事情について話していきたいと思います。今回もちょっといろんなことに関してね、メスを入れていきたいと思ってるんですけれども、まあ、現役看護師さんの青野あかねさんと一緒にやっていきたいと思います。お願いします。どうですかね、このまあテーマというか。結構公で話すのって抵抗あるかと思うんですけど、まあ普通はなかなかね、難しい。でも医学的に結構いい効果がすごいありますよね。そうね、はい。まあ、例えば、はい、エストロゲンとかオキシトシンで女性ホルモンを分泌させたりとか、若返りホルモンって言われてる DHA っていうのがあるんですけど、まあ、そういうのを分泌させてハリツヤを良くするとか、まあ、そういうような効果もあるはあります。まあ、いろいろこう医学的な目線、看護師的な目線とかでも話していけるとは思うので、はい、ちなみにまあいろいろこういうあの、まあ、性教育的なチャンネル、動画も上げてますので、もしよかったらチャンネル登録の方お願いします。実際これも男性がちょっと気になるところではあるんですけど、はい、女性ってその G 行為っていうのはやってるものなんですか。どうなんですかね、まあ、確かに個人差はあるかと思うんですけど、うん、まあ、興味本位でみんな一回はやったことあるんじゃないですかね。あ、なるほどね。まあ、全員とは言わないけど、はい、でもきっと言わないとは思いますよ、皆さん。なるほどね。大きな声では言わないと思うんですけど。女性同士でこういう話っていうのはしたりするの、うん、あ、でも大体8割9割方はそういう恋愛トーク、彼氏とどうだとか喧嘩しただとか、はいはい、まあ、単なるその恋愛話は聞くんですけど、うん、まあ、時々そういうあの逆的な要素で聞く話は、よくその忘年会の景品とかで、あのドンキの結構ハイクオリティなそういう商品が当たったとか、なんか試しに使ってみたとか、そういう逆的な感じで聞くことは多いですね。あるわ、はい。でもなんかイメージ的にあの女子会とかで結構そういうなんか話とかするっていう話も聞いたことあるんだよね。なんか意外と男性よりも女性の方が結構そういう話好きっていう。あ、確かに。そういう性事情、うん、自分でするかどうかはさておき、うん、まあ、そういう話は結構女の子の方が際どいかなと思います。なるほどね、はい。どういう感じ、体験とかか。大体自分の体験談と相手がどうだとかが多いですね。あの彼氏とか、彼氏とかですね。そういう時で例えば、まあ、友達の話とか、まあ、知人の話とか、なんかこう、まあ、自慰行為とか、うん、そういう話とかって出たりすることはあります？でもほぼほぼそういうグッズとかそっちに話が行くことが多くって、うん、だから実際にこういう、うん、あの本格的なそういう突っ込んだ話は、ね、まあね、生々しいのはさすがにしないか。僕は昔一回あの芸人の合コンでそういう話が出た時は、結構その時にいた女性は、あ、私実はしたことありますっていう人は多かった気がする。おお、自分からこう、あ、その人はね、自分から言ってた。でもそれは確かにすごいあの極めて小あの少ない例だと思うけど全くしないのは、まあ、精子とか精巣とかそういう面でも良くはないとは言われてます ね。例えばもうずっと1ヶ月しないとか、はい、それだったら、まあ、定期的にそういう行為はしてあげた方がいいと言われてます。まあ、男性ホルモン女性ホルモンの観点からしても、まあ、どっちかというとそっちの方が正常というか、やることが変とかそういうのはないと思います。病気になっちゃったりしますもんね、うん、例えばもちろんこう詰まってしまってというか、そこの例えば精子とかが通る管とかに炎症が起きたら、それは不妊につながったりとか、あの精子が出づらくなったりとかするのもありますし、まあ、それは全然しなかったらなるってわけじゃないけど、はい、全然あの使わなければ使わないなりのそういうちょっと弊害っていうのももちろんあるとは思いますね。そうですよね。例えばおもちゃとかもあるじゃないですか。でも私が友達の家に遊びに行ってたまたま見つけちゃったことはあります。あって、それ言った、その友達に。いや、その時はただ単に食事しただけだったんで、うん、夜だったら多分こう聞いてますね。あ、発見したの昼間。昼間です。あ、なるほどね。昼間です、ね、あ、じゃあもう気づかないふりして。そうですね。でも私全然そういうの恥ずかしいっていうか、うん、女同士だとそんなに恥ずかしくないから結構ダイレクトに聞いちゃうんですけど、うん、その日はちょっと昼間だからやめとこうかな。なるほどね。じゃあもうその友達は青野さんが見つけたことは全然気づいてない。知らないですね。それどういったグッズだったの。なんかこうちっちゃいやつでしたね。あ、なるほどなるほど。まあちょっと刺激するみたいなそういう感じの。あ、そうそう。まあでもね、確かになかなかやっぱ言えないか、うん、ちょっとギャグみたいな要素がないとなかなか言いづらいかも。そうですね、ギャグ的な感じでは聞くんですけど、これ実際に例えば男性っていうと、まあ、テンガっていう有名な
あの、まあ、G コーに使うような、まあ、使用するグッズあるんですけど、うん、女性でそういうのってあるのかな、はい、でもよくこうドン・キホーテとかって、うん、でも私そういうイメージもあるんですよ。ドン・キホーテって結構そういうものが多く揃えられてる、うん、イメージもドン・キホーテイコールそれではないけどでも分かるイメージある。あの分かる分かる。なんか4階とかにあるもん。4階か分かんない。4階のあの奥の方にあるそのコーナー。なんか女性は女性用のがあるもんね。男性は男性でテンガとかあったりとかするけど、まあ買う人はそういうところで買ったりとかするのかな。するんですかね。あと大人のおもちゃ専門ショップとかって、でもめちゃくちゃおしゃれじゃない？行ったことはない。行ったことないですね。だって原宿とかにもあるよ普通に。渋谷にもあるしね、渋谷のあのラビの裏側らへんにも。めっちゃ詳しいですね。めちゃめちゃ詳しいよ。めちゃめちゃ詳しい。だから、うん、まあそのそんなに確かに敬遠するってものではないと思う。うん、そうですよね、うん、でも女の子ってどちらかというと店に行って買うっていうよりもネットは多いんじゃないかなって。ネットね、あ今はそうだわ、うん、女性同士で行けないもん。行けないのかもしれない確かに、うん、一人じゃなかなか行きづらいかも、ね、行きづらいですよね、うん、きっと、うん、青野さんはそういう大人のおもちゃ的なのは持ってない？持ってないですね、私は。あ、そうか、うん、そうだよね、確かにね。男はね、テンガはね、みんなは一回は使ったことあると思います俺衝撃だったもん、あれ最初使った時。想像もつかない。いや、マジで本当これもう、もうそのものじゃんって思ったそのもの、うん、これね、多分あの男には伝わると思うんですけど、はい、いや、本当に、いや、そいや これじゃんって、それやんって思った。すごいなって、マジで衝撃受けた。これあの昔あの僕芸人と同居してた時があって、はい、その人から誕生日プレゼントでもらったんだけど、もうすごい感謝したもん。その後お世話になりっぱなしですか？なりっぱなし、まあ、いろんな種類あるもんね。男性だったら、まあ、テンガがあったら、あの卵みたいなテンガエッグっていうのもあって、ちっちゃいのもあるんですか？そうそうそう、ヨッシーの卵みたいな感じ。あ、でも可愛いですね。あ、めちゃめちゃ可愛い。なんか本当にその生まれるんじゃないかっていうぐらいこうちっちゃいサイズで。でもやっぱ教えてもらわないと分かんないですね。多分実際普通に玄関に飾ってあっても、ね、なんだこれって分かんないと思う。分かんないです、うん、テンガは有名じゃん。ちょっと赤と白のしましま、ね、それは知ってるでしょ。知ってます。でだからその卵の方は多分ね普通だって分かんないと思う。いや分かんない、インテリアかなって。いや思うと思う、普通にオブジェとして成立するもん私思うのが、男の人って女の人よりこう性欲っていうか強いイメージがあるんですよね、うん、男の人の方が。男の人の方が、はいはい、だから若い頃ってどうしても男の人の方が勝ってて、うんうん、だから正直女の子からするとペースに無理やりこうはめられちゃって、はい、どうしてもこう自分のタイミングがなくなっちゃうと思うんですよ、うん、だから女の子は女の子で自分の時間で解消したい時間があるんじゃないかなって。それで、一人でしてるっていうに繋がるのかもしれない。でもそれはね、多分もしかしたら青野さんの知ってる男性とか、まあ、元彼とかがちょっとそんなよく悪かったかも。いやっていうのもそのちょっと そんなに無理やりじゃないと思う。男性無理やりか分かんないけどそんなね、あの多分男性だけが性欲強いっていうイメージじゃないかな自分的には。だからもちろん多分ね、その自分だけの独りよがりで無理やりしてたらそれは絶対ダメだと思う。そうですよね、うん、苦しくなっちゃいますよね。あ、そうそうそう、お互いね、うん、ちょうどいい感じにならないと。それの一環でいろいろ商品使ったりするのはねありだと思います。じゃあまあこういったような話とかを、まあ、G コインについてとか、うん、まあ、商品についてとか大人のおもちゃについて匿名でアンケートを取って、それについて僕らでちょっと深く話していきましょう。なんか若い視聴者さんが多いっていうことだったので、うん、あ、そうね、悩んでる方もいるかもしれないですね。まあこれを聞いて深掘りしたらね、こういろんな事実が見えてきたりとか、うん、結構興味深いんじゃないかなと思います。じゃあもしよかったらね、協力してください。まあこの自分のね、例えば性欲って別に悪いものじゃなくて三大欲求の一つですから、そういうのをこううまく発散するっていう意味では、うん、はい、まあそのパートナーがいるのもいいし、はい、一人でするっていうのも全然これは医学的に見てもいいことだと思います、はい、ではこのチャンネルが良かったら高評価の方お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回、シュッ。